それは書物に記されたかつてのリーウェのことです。海は妖魔に侵され山は水地に奪われました。それに対し元王帝君は仙人を召集し世界を取り戻そうとされたそうです。伝説によりますと帝君がその時に放った言葉は、最後の契約もすでに定まった。